C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。今日はショートのカットを皆様に見ていただこうと思います。まずこれはですね、ボンのくぼでブロッキングを取って、下から 70% のセニングで、まずアウトラインですね、アウトラインをザクザクと決めているところです。今アシスタントが飲み物を持ってきてくれたんですけれども、実はですね、 C のはカットのお客様には飲み物はつきません。トリートメント、ヘッドスパのお客様につくようになっています。カットの方はブロッキングで止めていたところを下ろして、今日を締めたい場所で 70% のセニングで、まあ、その場で直接カットですね、要するに指1本ずつ上げたりとか斜めに切ったりとかしないで、そのままウェイトポイントの場所で直接的にセニングで形を作ってしまうっていう、まあ、彫刻みたいな切り方ですよね。バックのアウトライン、ウェイトポイントが決まったら、今度は前髪の長さを設定します。これは今日お客様希望で、サイドの長さはある程度残したいということなので、そこを残した結果、サイドはほとんど切らないで、要するに後ろが決まって、前が決まって、あとはトップをつなげていくだけっていうカット方法になります。前髪の長さが決まったら、今度はトップの長さをつなげていって、
中心から放射線上に下の重みを残すように、要するに腕が下がってしまうと下の長さも切られてしまうので軽さが出てしまうので、重さを残すために腕を上げてトップの長さだけを切ってるっていう感じになりますね。で、今度はフェースラインの縁取りというかですね、無駄な毛をまあトリミングしている状態になります。これからセニングになります。まあ、見ての通り縦にコームを入れながら根元に近いところから入れてきますね。これは要するに量感と質感というのを分けてセニングをしているんですけども、量感が取れないと毛先の質感も取れない、要するに量が取れなければ毛先がぼかせないっていう考えなんですよ、僕の場合。だから毛先だけやって軽くしようとすると結果的に短くなってしまう。短くならないようにするために全体の量感をある程度必要量減らして、それから毛先を少しぼかしていくようなセニングの入れ方ですね。ちなみにこれ 50% のセニングなんで結構透けます。でお客様はくせ毛で非常に量が多くて本人規模も軽くしたいということです。一応全体のカットが終わった感じですね。だいたいここまで13分から14分ぐらいで、今ちょっとこう見せてるんですけれども、最初のカウンセリングが僕がですねちょっと甘かったのか、後ろの裾の方はもうちょっと切ってもいいかなっていうことを言われたので、まあ、ちょっと切ろうという話に今なっています。ちょっとカウンセリング不足だったところもあり、バックの一番下ですね、もう刈り上げ寸前でいいということなのでかなり短く、これ 70% のセニングでカットしていきます。
切り終わりました。この間もね、実はね、アシスタントが鏡を持って横で待ってるんですよね。要するにね、煽ってるんですよね。そういう環境がないと早くカットするようにはならないと思うんですよね。やっぱ煽られる、早くやんなきゃっていう意識がとても大切だと思います。これでカットが終了いたしました。ここまで切り直しも含めてだいたい17分から8分ぐらいになりますね。仕上がりはこんな感じ。実はね、ほとんどドライカットをしませんので、カットの総タイムが20分以内という感じになるので、そういうふうに考えると結構早い方じゃないかなと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではさようなら。